操作用覆面パトカー操作車両とは警察において、刑事部などで操作に使用される自動車である。緊急自動車の指定を受けているものは緊急走行が可能であるが、指定を受けていないものは緊急走行ができない。また、操作車両が足りない場合はレンタカーを使用したり、カーリースの車両を使用する場合もある。自動昇降式の回転灯を装備している。 交通取締り用のパトロールカーの交通取締り用覆面パトカーや警護車とは異なる。緊急自動車の指定を受けている所要操作用車は稀に白黒パトカーの代わりに警らに使用されることがあり、その場合は制服の警官が乗務する。指揮用車の霊所用操作用車には、私服用セダン型無線車、私服用ハッチバック型無線車、 私服用ワゴン型無線車などの種類があり、があり、事件の捜査を担当する刑事部の警察官が乗り、容疑者の追跡や張り込みなどの捜査に使われる。それと違い機動捜査用車は、職務質問や事件の初動捜査を行う機動捜査隊の警察官が乗り、街の巡回や職務質問などに使われる。また、大事件が発生した際などに、 警察の幹部クラスが乗車し、現場へ向かうための指揮用車もある。捜査、追跡などの際、容疑者に警察だということを知られないために、脱着式の赤色灯を採用している。白黒パトカーと比較すると、改造箇所が少なく、市場人気が下落傾向のセダン型車を多く販売できるため、メーカーやディーラーは、マイナーチェンジや、 フルモデルチェンジ直前のモデルや不人気モデルであるとかなり安値で落札することがある。調達する警察側としては結果的に一番安い時に大量購入することになることが多い。セダン型の自動車が日本市場でも人気が落ちミニバンや SUV の乗用車が販売台数を飛躍的に伸ばしているため操作上非特性を 重要視する覆面パトカーにとっては、セダン型では、かえって目立ってしまう事態もあり得るため、ミニバン型の車種を導入することが多くなってきた。神奈川県警察刑事部では、非視認性をより高めるため、赤色灯を左右に一個取り付けるという、独自の指針を出している。刑事ドラマやサスペンス系2時間ドラマなどで登場することも多いが、実際は、 本物の警察車両ではなく激用車である。機動操作用車の霊所用操作用車として、警察署などでよく使われるのが、小型セダンやステーションワゴンである。排気量は 1500cc から 2400cc のものが多く、グレードに関してはごく一部を除きほぼ廉価系のグレードが中心となっている。また、ミニバンなどのワンボックスカーも使われる。この場合は、 容疑者などの護送を担う場合もある。機動操作隊では、容疑者を追跡することも多いため、大排気量のセダンを使うことが多い。使用されている国費導入された、主な車種脱着式赤色灯操作車両は、脱着式赤色灯とサイレンアンプ、拡声器を装備しており、現場に緊急走行で向かう際は、赤色灯を屋根につけ、回転させ、サイレンを鳴らす。 赤色灯の裏には強力なゴムマグネットがついており固定できる。屋根にピンがついている車両もあり、赤色灯にフックがついている場合はここに通した上でゴムマグネットで貼り付けるとより強力に固定することができる。操作車両はグリル内に補助警告灯を装備しているものは少ないが、 代わりにサンバイザーにフラットビームという点滅式の警告灯を装備している車両もある。機動操作用車は無線機を装備している。が、所用の操作用車は無線機を装備していないものもある。また、無線機を装備した車両は無線機用のアンテナも装備しており、ラジオアンテナを偽装した、ユーロアンテナや自動車電話用のアンテナを偽装した。 トルコリラアンテナ、初期の車載テレビ用のアンテナを偽装した TA アンテナなどがある。ただ、最近は、盗難防止やバレやすいなどの理由で、車内設置化が進む、可能性が高い。トランクにはサスマタ、防弾ベスト、逃走防止用のストップスティックなどを、車内には、地図やカーナビ、警察電話などを積載している車両もある。 一部の都道府県警の車両はカーロケーションシステムというものを搭載しており、これは本部から車両の位置情報を随時把握できるようになっているほか、他の警察車両の位置を把握できるようになっている。ありがとうございます。